サンドロビーザーは、リヒテンシュタイン・ファドゥーツ出身のサッカー選手、リヒテンシュタイン代表、FC ・ファドゥーツ所属。ポジションは、ミッドフィールダー。FC ・ファドゥーツの下部組織を経て、2006年に、スイスの FC ・バーゼルのユース・アカデミーへ移籍。主に、U、U-21 チームでプレーし、トップチームで数試合に出場した。2011年12月27日。 ドイツの TSG1899 ホッフェンハイムへ移籍することが発表された。契約期間は2012年1月1日から2016年6月30日までの4年半。ホッフェンハイム入団後は膝の手術を行ったことなどから出場機会に恵まれず、オーストリアの s v リートや2014年5月にはスイスの FC2 にへレンタル移籍をした。 同年11月9日に行われた FC、チューリヒ戦では、相手チームのジルやピアポに対して激しいタックルを浴びせ、全十字人体断裂、内側側副人体断裂、半月板損傷という重傷を負わせた。2016年8月18日、イングランドのレディング FC に3年契約で移籍した。2017年8月31日、 ベルギーのケース V ルーセーラーレにレンタル移籍。2010年8月11日、アイスランド代表との試合に初出場した。2015年6月14日に行われた UEFA ユーロ2016予選のモルドバ代表戦で代表初得点を決めた。ありがとうございます。